広告で、すごく難しそうなゲームを見つけました。I don't know how to hit the baseball. 野球ゲームなのに、ヒットにならないみたいですよ。ピッチャーの球全然速くないから、バッターに問題があるだけだろ。というかピッチャーの後ろ、広すぎない？おそらく、遠くまで打球を飛ばすゲームみたいだな。それって、ヒット関係なくない？ベースボールヒーローズ。城の前で巨人が踊っています。あら、スタートはピッチャーから、これバッターになって打つゲームじゃなかったのか？とりあえず、投げてみると。まあまあの速度。画面切り替わって。バッターもやるのかー。冷凍自分かよ。四角四角四角。このゲームの文字は、四角ばかりですね。読み解くのは難しすぎるぜ。一番奥に、お城と巨人がいます。あいつに届くぐらい飛ばすことが目標ってことか。アップグレードできるのは、ピッチャーとバッター。イラストがあれば文字四角でもわかるぜ。さあ、これでどうだ。球、速くなったかな？打つのも自分なんだけどな。ここもゲージ、真ん中に合わせて、どこまで飛んでいくか。四角四角四角。これはいい四角。いい四角ってなんだよ。磁石を取り損なったのは痛い。まだ巨人までは届かなそうだぜ。いや、地面をよく見ると、トランポリンありますよ。しょぼい、トランポリンの割には跳ねなかったぜ。地面に落ちると、ボールの勢いはすぐ止まってしまいました。四角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 。四角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 。びっくり。トランポリンより跳ねそうなギミックが登場。そして次は。なるほどなるほど。暗号かよ。おそらく、球場をアップグレードすると、自動的に手に入るダイヤの数が増えるシステムですね。レベル17。どこにもレベル17って書いてないだろ。パワー上がってきたので、かなり飛ばせるはずですよ。目標は一番奥の巨人に当てることだぜ。真ん中。いけー。四角四角四角。近そうに見える巨人ですが、だんだん奥にスライドしていくので、これは、届くのでしょうか。そろそろ巨人のスライド止まってほしいぜ。お、止まってくれた。これは、当たる。地面に落ちるが、バウンドすれば。当たったー。巨人、撃破。倒すとたくさんダイヤがもらえたぜ。ボーナスレベル出現。また野球じゃねえか。ここではゲージが出なくて、なんと、なんと、走ってるぞー。なんとした野球じゃねえか。まずは一塁を抜けて、誰もいない二塁に突き進む。相手ピッチャーしかいなかっただろ。なのでこのまま三塁にも行っちゃいます。てかこれ、ベースでかすぎない？確かにめちゃくちゃでかいぜ。いや、ゲージ進めよ。うっかり素通りしてしまいましたが、これでようやく、ランニングホームランだー。続いてのボーナスレベルは、何でしょうか？パネルに投げるみたいだぜ。バツ、そして相手の球は、丸罰ゲーム始まりました。先行だから有利だぜ。次は右下の角、リーチになります。そのリーチ簡単に潰されるけどな。相手が投げるとこは、そこ投げちゃうの？左下の角取ってきたら、左上が開くぜ。この勝負、もらいました。相手弱すぎるだろ。これで、トロフィーをゲットしたので、優勝だー。わけわかんねえよ。